キーア、ここにいたのか。ライダー懐かしいな、覚えてるか、ここから一緒に逃げたこと。忘れるわけないよ。だってキーアの記憶はここから始まったんだよ。だよな。ねえライド、キーアはここにいたけど、ずっといた場所は違うんだよね。ああ、やっぱり気になるか。自分がどういう、なんだか最近少しずつ気になってきちゃって、ずっと昔に生まれたっていうのはロイドたちから聞いたけど、それがどういう意味なのか最近やっと分かった気がする。そっか。気がする、あの真っ黒な空洞に取り残されちゃったような。キア、ごめんね、ごめんなさい。本当はこんなこと言うつもりなかったのに。バカ、遠慮するなって。また言えなかったんだな、へこんでる俺たちに余計な心配をかけたくなくって。あのな、逆だよキーア、キーアが頼ってくれたらそれだけで俺たちは元気になれる。負けてられるか、何クソってお腹の底から頑張れるんだ。だから遠慮なんてするな。俺は、少なくとも俺だけはずっとキーアのそばにいるから。ありがとう。でもそんなこと言ってたらお嫁さんが来てくれないよ。こんなコブがついてたら出会いがなくなっちゃうかも。どこで覚えたんだそんなの。で、ひょっとして図書館の本で読んだりしたのか。それもあるけど、街でいろんな人と話してたらなんとなく。勉強のしすぎもほどほどにな。いずれにせよ俺の結婚なんて相当先だよ。兄貴だって結婚しようとしてたのは25歳くらいだったからな。ライドのお兄さん？そっか、いなくなっちゃったんだよね。ああ、でも昔の話さ、兄貴の年まであと7年、ちゃんと一人前になるまでは結婚なんて考えられないさ。というかそもそも相手がいないとダメだしな。今が9歳くらいだから16歳くらい。今のティオより年上か。
んでも16で結婚は早すぎだろう。そりゃ確かに保護者が認めれば16から結婚できたはずだけど。でもダメ、俺は絶対に認めないからな。そういう意味じゃないんだけど。でもそっか、心配することなんて何もないんだよね。ああ何もないさ。さあそろそろテーマパークの方に行こう。ずっと楽しみにしてたんだろ。あのね、しずくにテーマパークのどんな場所か教えてって頼まれてるんだ。それでしずくの目が治ったら一緒に遊びに行こうって。そっか、よし。だったらなおさら目いっぱい楽しまなくちゃな。集まっていないみたいだな。私たちは少し早めに来てしまいましたので、シュリさんにミッシーの可愛さをレクチャーしていたところです。いや違うからな。別に可愛いなんてこれっぽっちも思って。ごまかしても無駄です。先ほどからシュリさんの気になるオーラをバッチリ感知していますから。なんだそのオーラって。仲良しだね。ここでこのまま。それではお二人にもミッシーがいかにその愛らしさでゼムリア大陸の平和に貢献しているかを。おお。まだ続くのか。おい、あんたも見てないでストップしてくれよ。まあ諦めてくれ。ティオはミッシーに関してはとことん入れ込んでるからさ。すでに諦めモードかよ。ここがミシュランワンダーランド。すげえな。へえ、私も初めてだけどなかなか楽しめそうじゃない。アトラクションとかも結構あるのよね。まあ正直1日くらいじゃ回りきれないことあるっすね。今日はビーチで昼過ぎまで過ごしちゃったし、今からだと代表的なものを中心に回った方が良さそうだ。代表的なものというとどんなものになるのかしら。うん、やっぱり左手に見える観覧車は外せませんね。ファミリー、カップル、どちらにも人気があります。
眺めはとにかく最高ですよ。最後の締めに取っておいてもいい場所かもしれません。ワクワクしてきますね。代表的なものというと中央の城はまさにそうですね。鏡の城、このテーマパークのモニュメント的な場所だそうです。願いを叶える鏡というのが最上階に置かれているらしくて、鐘を鳴らして鏡の前に立つと願いが叶うなんて言われていますね。あら、ロマンチックね。まあやっぱりカップルとかファミリーが多いですね。来世、その鐘を鳴らす紐が左右に2つついてるくらいだし。確かにそれは一人で鳴らすと切なそうだな。ねえねえ、あっちに見えるお屋敷って誰か住んでるの？なんかやたらと不気味そうな屋敷だな。ありゃ俺も知らねえな。最近できた。ええ、テーマパークでも一番新しい施設みたいですね。ホラーコースターといってかなり本格的らしいですよ。その情報でしたら私も調べておきました。どうやら最新技術を駆使した恐ろしくエキサイティングなアトラクションのようですね。そんなものが新しくできたんだ。ベルったら一言も教えてくれなかったよね。いいわね、テンション上がってきたわ。他に定番はないのかしら。アトラクションじゃないけど占いの館ってのも定番だね。なんでも去年入った占い師がかなりの凄腕だっていう噂だよ。相性占いから伏せ物探しまで何でもござれって話ですよね。エキゾチックで謎めいた美人の占い師さんらしいです。それはちょっと気になりますね。東方系の戦術師かしら。それを言うならミッシーの追っかけも外せないのではないかと。パークを巡回している彼を追いかけていくという趣向です。運が良ければ彼の妹であるミーシェというキャラにも会うことができるとか。そうなのか。ティオスケの目が文字だぜ。そういえば休憩できる場所というのはどこかにあるのかしら。ああ、左のアーケード方面にちょっとした軽食なんかも出されていたと思います。なら、そこを中心に集まるといいかもしれないわね。なるべく私はいるようにするから。みんな、貧血とか具合が悪くなったら遠慮なく来てね。セシルね、こんな時まで看護師魂を発揮しなくても。ええ、さすがに申し訳ないです。しかし、考えてみりゃセシルさんに解放してもらえる絶好のチャンス。ランディさん、本音は控えた方がいいかと。まあ、ほどほどにしてあんたも楽しみなさいよね。普段遊んでないんだからこんな時こそはしゃがないと。わかったわ。それじゃお言葉に甘えて。晩餐会があるから遊べるのは夕方まで。みんなチケットを渡すから、ここからは自由行動にしよう。遊びたいアトラクションがあればそれぞれ適当に組んで入る。そんな感じでいいかな。ええ、いいんじゃないかしら。了解です。わかりました。よし、遊ぶぞ。テンションマックスです。やれやれ、元気だね。ねえシュリー、一緒に回ろう。だから引っ張るなって。なんだか学生時代を思い出すわね。そ
こちらのアトラクションゆっくりと行くよ。よし、エリーを誘ってみよう。ではチケットをお預かりしますね。2名様ご案内いたします。なんだか緊張してきちゃった。ああ、俺も観覧車は初めてだしドキドキしてきたよ。ってエリーは前にテーマパークに来たことはあるんじゃなく。ええ、そうだけど前に来た時は他のアトラクションを回っていたのよね。やっぱり一日じゃとても回りきれなくて。なるほど。それじゃ。ええ、頂上の景色は。ええ、本当に湖にお日様の光が反射してキラキラ輝いて、はあ、思わずため息が出ちゃうわ。本当にな。エリー、どうしたんだ。いや、その高速のゴンドラにカップルが乗ってて、彼らがそのキスを。その熱々だったな。あ、そうね、カップルにも人気だって聞いていたけど、もしかして私たちもそういう関係に見えてたり。いえ、なんでもないわ。なんだか。そろそろ到着みたいだな。ええ、降りるとしましょうか。ありがとうロイド。ああ。ここはよっだ。よし、ティオを誘って。ではチケット。確かにお預かり。幻想的な鏡の城の探検を。これが鏡の城か。テーマパークの象徴ともいえる、なんというかすごいとしか言いようがない。中央のプラネタリウムのおかげで幻想的なオーラが生まれていますね。まるでおとぎ話に出てくるようなお城みたいです。ああ、確かにそんな感じだな。さすが IBC ってところか。そういえばここには願いを叶える鏡ってものが。エリーさんの話では鐘を鳴らして鏡の前に立つと願い事が叶うらしいですね。なんでも城の最上階に置かれているそうですが。じゃあひとまず最上階まで登って探してみようか。はい。
ここが鏡の城の最…どうやらあそこにあるのか話に出てた鐘みたい。鳴らすための紐の左右についています。話に聞いていたものとすると、あの大きな鏡が、ね、鐘を鳴らして鏡の前に立つと願いが叶うそう。いざとなると、それじゃあまずは二人で。よし、次は上に。はい。それじゃ早速願い事をしてみよう。この鏡の前で。多分頭の中で願い事を思い浮かべるくらいでいいと。それでは、こんなところかな。はい、私もです。参考程度にお聞きしたいのですが、ロイドさんはどんなお願いを？まあ普通すぎて。クロスベルをこれからも守っていけますように。もちろんキアやキヨたち支援課の仲間も含めてね。なるほど、ロイドさんらしいですね。そういうティオは何をお願いしたんだ？ロバーツ主任のウザサはもう少しマシになりますように。さすがに冗談です。本当は私の生きる意味が見つかりますように。以前ロイドさんたちにも話したこともありましたね。3年前ガイさんに聞こうとして聞けなかった質問の答え、それは教団事件を乗り越えた今でもまだ見出せていません。ティオ言っただろ、そんなのが分かってる人間なんてそうそういるもんじゃない。答えを探すのに焦る必要はないし、一人で探す必要だってないんだ。ええ、もちろん分かっています。焦ってなんていませんし、皆さんが力になってくれることも今の私には理解でも、これは私の人生における命題とも言える問いです。だからいつか絶対に答えを見つける、そういう意思表示も込めて鏡に願わせてもらいました。そうか、悪い、余計な心配だったみたいだ。そういうことなら俺も改めて意思を示させてもらおうかな。ティオがいつかその答えを見つけられるように、俺たちも力を貸していくよ。よろしくお願いします。占いの館、ここでは凄腕占いだ。よし、リーシャを誘ってみよう。チケットをお預かり。それではお入りくださいませ。さあ、話に聞いてた通りエキゾチックで、顔は隠れていますが、とても美しい人みたいですし。どうしたのかしら。人の顔をじろじろと見て、順番待ちの人もいるから、すぐに取り掛かりたいのだ。すみません。ではその前に、まずはあなたたちの血液型を教えてもらえるかしら。
血液型ですか？ええ、正確に占うためにもちろん無理にとは言わないけど。いえ、それくらいなら。俺の血液型は O 型です。あ、私も O 型ですよ。奇遇だったな。どうも。では今回は何を占うのかしら。リーシャ、何か占いたいことはないか？私が決めてもいいんですか？そうですね。この間、子猫探しの件であったシャーリーさんですけど、彼女とまた会うご縁があるのか、ちょっ…リーシャ。ええ、そのくらいならお安いご用よ。これは…あなたとシャーリーという名の娘、再びクロスベルでまみえるという暗示が出ているわ。それがいつ、どんな状況かはわからないけれど、その時は必ずや。私に見えたのは…なるほど、ブラッディ・シャーリー。やっぱり気をつけておかなくちゃ。へえ、なんマリーの事件の時にちょっと関わったくらいだけど。ちょっとすごい光景を。よろしければこちらも彼が何を考えていたか占って差し。勘弁。ホラーコースター、こちらはよった。よし、ランディをさ。ホラー系はお目当ての女の子と入るのが定石なんだがな。まあ男二人でも楽しいかもし。早速入ると。まあせっかく来たし付き合ってやるとするか。ではチケット。モンスターを倒すための。歯応えありそうじゃねえか。ギュギュ。
ないか。おお、いい感じじゃね。ホラー系にしてはなかなかよくできてたよな。相手が綺麗なお姉さんじゃなくてお前だったのがちっと残念だが。ま、そ、あ、ホラーコースコよった。よし。ホラーコースター。俺がついてる。しっかりエスコートさせてもらうからさ。ええ、頼りにし。では。も。あっ！
お化けがあんなに近づいてくるなんてびっくり。まあ思っていたよりも怖くはなかったし。楽しい。それじゃあまた。え、ま。そうですか。それなら、あ、すみません。自分たちだけ楽しんできてしまった。わかりました。支援課の方は何もなしか。さすがに気にしすぎだとは思うんだけど。はじめまして。お近づきの印。ロイド、まだ部屋にいるの？エリー、いいよ。入ってきて。あら、どこかに連絡していたの？ああ、留守中に支援課のビルで何か起きていないかと思って取り越し苦労だったみたいだ。そう、確かに通商会議の時に起こったことを考えると、今日くらいは何も考えずに休暇を楽しんだ方がいいわ。そうだな、ごめん。ひょっとして迎えに来てくれたのか？あ、うん、姿が見えなかった。よかったら一緒に迎賓館まで行こうと思ったんだけど、その迷惑じゃなければ。迷惑なわけないって。まったく、エリー、からかって、からかってるつもりじゃないんだけど。それじゃあ一緒に迎賓館まで行きましょう。してもいいし。そうだな。下の店とか覗いてもいいかもなって。なんで二人してこんなに慌ててるんだ。心配いらないと思うけど。そうね。ようこそ、ミシュラム迎賓館特務支援課のロイド様とエリー様で。あれ、その説は失礼いたしました。主人の方はあのような形になってしまい、自分をはじめ多くの使用人は迎賓館の、これもディーター市長のご配慮の賜物でござる。なるほど。通商会議ではこちらに各国首脳が。本当にお疲れ様でした。もったいないお言葉、ありがとうございます。来た来た。キア、先に来てたのか。うん、シュリと一緒にぐるっと探検してたんだ。そろそろ晩餐会が始まる。
では。いやいや、本当に遅れて申し訳なかった。招待した側が遅れるなど本来あってはならないのだが。いえ、市長がお忙しいのはさすがに分かっていますし。どうもお疲れ様です。まあお父様の場合、忙しいのは自業自得ですけど。まあその通りなんだがね。もうベルったら。しかし練習と公演ばかりで詳しくは知らないんですけど。また随分思い切った提案をなさったみたいね。実は就任当初から考えていたアイデアね。本当はあのタイミングで出すつもりはなかったが、そうも言ってられなくなった。なので思い切ってサイを投げさせてもらったよ。なるほど。そして幕が上がったステージは最後まで踊り続ける必要。その通り。聞けばアルカンシェルは金の太陽、銀の月のリニューアルに挑戦するとか。実はその初公演の翌週に国家独立の是非を問う住民投票を実施することが決定してね。そうだったんですか。おかげさまで楽しい休暇が。どうもありがとうございます。どうも。私は部外者なので申し訳ないくらいですけど。いやいや、とんでも。ウルスラ病院の関係者からあなたの噂は常々聞いている。何でも聖女ウルスラの再来と言われるくらいの働き者だと。お会いできて光栄だよ。さすがにそれは大げさかと思いますけど、そう言っていただけると。もうお父様ったら、先ほどから妙齢の女性ばかり褒めそやして。少しはロイドさんたちもねぎらってはいかがですか。おっと、これは失礼。いやいや、美しいお嬢さんばかりで年がいもなく舞い上がっているようだ。まあでも招待してくれて本当。そうだね、いい気分転換になったし。市長ありがとうございました。すっごく楽しかったです。キーヤも楽しかった。それは何よりだ。蒸し返すようで悪いが、あれは本当に不幸な事件だった。いくらタワーの爆破までしようとしたテロリストとはいえ、あんな形で命を落とさなくてはならないのは罪深かったとは思え。二度とあんな事件が起きないように尽力するつもりだ。この世に正義が実在すると皆に信じてもらうためにもね。ああ、ディーター市長。そう言っていただけると胸のつかえが取れた気がします。しかしその独立の是非を問う住民投票ですが。もし賛成が上回った場合、本当に独立できるものなんですか。いや、住民投票自体は独立を可能にする決定力はない。ただその結果は必ずや諸外国への意思表示となるはずだ。
そうして徐々に国際世論を形成し、二大国から何とかして独立をもぎ取っていく。それが私のシナリオだよ。なるほどね。こう言っちゃなんだけど、相当険しい道のりだよね。いや、君の指摘通り、地政学的な観点から言ってもクロスベルの国家独立というのはかなり困難な状況にある。だが人間というのはただ情勢に流されるだけの生き物ではないと思うのだ。苦境にあっても理想を追求し、誇り高くあらんと思考する。そんな力と可能性を秘めているように思えるのだ。おじさま、誇り高くあるための力と可能性。今後クロスベルが歩く道は困難なものになるだろう。無論我々大人たちは粉骨砕身の覚悟と努力でその道を切り開くつもりだ。だがそれに続いて高みを目指していくのは君たち若者の役目だと思うんだ。どうか君たちも君たちならではのやり方でクロスベルの明日に尽くしてほしい。行く手に立ちふさがる壁。ディータ市長は彼なりのやり方で壁を突破しようとしているのか。でも俺たちはマフィアの時は勝手に壁が消滅しただけだった。そしてそれ以上の壁が立ち、俺たちは、俺はまたそれで本当にいいのか。疲れてるのに全然眠れない。ちょっとラウンジで水でも飲んでくるかな。やあ、リーシャ。あ、ロイドさん。ごめん、いきなり声をかけて。そんな、私がただぼーっとしていただけですし。え、そこいいかな。すごい月だな。クロスベル市と違って街明かりが少ないおかげかな。そうですね。その朝ワジのやつに変な風に突っ込まれ、俺が夜中にふと起きて女の子とばったり出くわして二人っきりになりかねないって。正直意味不明だったんだけど当たっちゃったと思ってさ。ロイドさんは不思議ですね。誰かにそばにいてほしい時に本当にそこにいてくれて、そこにいてくれるだけでなんだか安心。支援家の皆さんが羨ましいです。
買いかぶりだよ。一人前の捜査官としても、みんなのリーダーとしても、まだまだ足りないところが多くてね。もっと、もっと大きくならなくちゃな。なあ、リーシャ、失礼かもしれないけど、聞かせてもらってもいいか？失礼だなんて。どうして君は、そんなに、そんなに儚い目をして、笑うんだ？思えば、出会った時からそうだった気がする。イリアさんに望まれて、最高のステージで活躍して、リーシャ・マオといえば、今やクロスペルじゃ有名人だ。なのにどうして、どうして君はいつも、何かを諦めたような微笑みを浮かべてるんだ。どうしてそんな。よく知ってる人が、一時期浮かべていた笑顔だったからさ。今でももうそんな儚げな笑顔は見せなくなってくれたけど、だけど君はふと気づいたらいつもそんな笑顔だった気がする。その人の絵には大好きな人にもう会えないという悲しみに耐えようとするものだった。だって君は、イリアさんが大好きな君はどうしてそんな風に笑うんだ。彼女はいつも君のそばにいるのに。正直驚きました。鋭いとは思っていましたけど、まさかそこまでなんて。それじゃ正解です。多分私はそう遠くないうちに。はやっぱりか。理由は俺が聞けることじゃないか。はい。でも、そうですね。私は本来、歩むべき道があるんです。歩むべき道？家業のようなものです。小さい頃から、そのために生きてきました。気の遠くなるような昔から、祖先が受け継いできた道。今となっては、何のために歩んでいるのか、わからない。そうなのか。でも、だったら。だからといって必要ない。そう、否定もしきれない道です。少なくとも父は、その道を受け継ぐことに意味を見出しているようでした。世界そのものに働きかけ、歴史を動かすきっかけたりうる、暗くひそやかな道を。そして、私もまた、父からその道を受け継ぎ、今まで歩いてきました。そう、これからもまた。変ですね。イリアさんが勧めてきたワインはちゃんと断ったんですけど、それとも月の光に酔ってしまったのかしら。そうかもな。ごめん、軽々しく立ち入ってかな。いえ、いいんです。なんだか私もいっぱいいっぱいになっていたので。話を聞いてくれてありがとうございました。そっか、お役に立てたら光栄だけど。でもリーシャ、もしかして君は。ライド、キア。あら、あ、リーシャもいたんだ。ひょっとしてお話し中？あ、ううん、もう終わったから。ああ、大丈夫だぞ。ひょっとして眠れないのか？なんだか怖い夢を見たような気がして。そっか、俺のベッドで一緒に寝るか？ごめんリーシャ、変な形で中断しちゃってさ。
自分で話すつもりですから。わかった。頼りないかもしれないけど、何かあったら声をかけてくれ。できる限りのことはさせてもらうからさ。ありがとうございます。ではもし困ったことがあれば相談させてもらいますね。おやすみなさい、ロイドさん、ギーアちゃん。おやすみ、リーシャ。おやすみなさい。リーシャ、どうしたの？いつもなんだか悲しそうだけど、ちょっと感じが違ったね。そっか、キーヤもわかるのか。まあ、いろいろあるみたいだ。俺の方でもできるだけ気をつけておくつもりだよ。ライドかっこいいね。からかうんじゃありません。さてと、とっととベッドに戻って寝よう。あ、トイレとか済ませたか？ロイド、起きなよ、ロイド。あれ、今何時だ？夜中の2時くらいかな。ずいぶんうなされてたけど、どうしたんだい？ああ、なんだか変な夢を見ていたみたいだ。え、なんだ、どうした？ランディ、起こしちゃったか？まあ気にすんな。それよりキーボーがいないのか？さっき二人で戻ってきて一緒に寝てたみたいだけど。二人とも気づいてたのか。そうなんだ、一緒に寝てたはずだけど。部屋にはいないみたいだね。ま、ちょっと探してみようぜ。ああ、悪いけど頼む。そうですか、やっぱり2階にも。も、申し訳ありません。全ての客室をくまなく調べたわけではありませんが。いえ、十分です。こんな真夜中ですし。まったく、あのちびっ子、何寝ぼけてるんだよ。さすがにちょっと心配ね。どこに行っちゃったんでしょう。私のサーチでも見つかりませんでしたし、一体キーヤはどこに。あら、おお、お前がいたか。おい、ついてこい。こっちだと言って今。とにかく追いかけましょう。そちらだ。ただし気をつけろ。はあ、しかしよくわかるわね。
でも気をつけろって。時間がない、とにかく行ってみよう。フラン、セシルネ、それとイリアさんたち、皆さんはここで待っていてください。でもまあ仕方ないわね。足手まといかもしれないし。でも何かあったらすぐに呼んでちょうだい。一応救急箱とかも持ってきているから。ああ、わかった。皆さん、どうかお気を。いざとなったらエニグマで連絡してくださいね。これって垂れ幕が変わってる。いつの間にこんな、はあ、夜限定のイベントとも思えないけど。そんな話は聞いたことはありません。それにミッシーを他のキャラに変えるなんてありえないです。だろうな。あれはフールのワンダーランド。完全に名前が書き換わってんじゃねえか。夢でも見てるんでしょうか。夢は夢でも悪夢の類みたい。どうやらキーヤはこの先にいるんだった。とにかく中に入るしか、ね、行くしかねえな。趣味してるね。ここまで凝ってるとため息しか出てこねえな。それにしても不気味なキャラで、ミッシーの代わりにこんなものは絶対に許せないです。リオちゃん落ち着いて。それにしてもキーヤは一体どこに。左右前方何か来ます。何の化け物にしちゃガチすぎんだろ。とにかくゲック強そうね。みんな気をつけて。わかった。セットエース。行くぜ。
で追討。俺の番だな。せいディア。お返しよ。行きます。よし。
任せろ。はっ。よっしゃ。甘いってろ。はっ。世話が焼けるな。俺の番だな。ほら。任せて。はあ。任せてくれ。エニグマ、駆動。行くぜ。何だってんだ。でも今の手応えは。いつまで隠れているつもりだ。いい加減出てこい。よくわかったね。
男の子、気配を感じませんでした。てめえ、何者だ。釣れないな。一度すれ違っているはずだし、知らぬ仲じゃないっていうね。特務支援課の諸君、あなた、もしかしてヨナの部屋でロイドさんたちを罠にかけようとしたハッカー、そしてテロリストたちにタワーの情報を流した。実際に会うのは人形工房前ですれ違って以来だ。正解、ウロボロスが執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネリア。以後お見知りおきを願うよ。リベールを混乱に陥れた謎の秘密結社。あの工房の前で会った以上関係があるとは思ったが、まさかテロリストなんかに協力していたとはね。彼らの災難だよね。変幻に赤い星座、厄介な連中が出てきたからも、特に帝国の人たちは本当気の毒だったな。ふざけなんて。一応協力をしていた仲間だったんでしょ。彼らはあくまで僕が利用してた、なかなか面白い形で動いてくれそうだったから少し手伝ってあげただけでね。彼らの主張やイデオロギーには全く興味ないんだよね。なかなかいい性格してるじゃないか。ワジさんといい勝負なのではないかと。ザレ事はそこまでだ。このクロスベルで一体何をしようとしている。何よりもキーヤをどこへ連れ去った。力ずくでも離してもらうぞ。いい気迫だね。でも君たちのお姫様には別に何もしちゃいないよ。さっきここをフラフラと通り過ぎるのは見かけたけどね。てめえ、しらばくれるつもりか。でも事実だからね。信じるかどうかは君たち次第だけど、今日のところはあくまで君たちに挨拶しに来ただけさ。手品じゃないか。まさか現実の類に。それじゃあ僕はこれで失礼しようかな。また近いうちに会えることを祈っているよ。ああ、お姫様なら奥の城へと向かったはずさ。とっとと保護してあげるんだね。それじゃあまた。あれか、あれか、ウロボロス。エステルさんたちやレンちゃんから聞いてたけど、ハッキング技術といい、とんでもない集団みたいです。おいおい、あんな連中までクロスベルに来てんのかよ。そんな、どうしてクロスベルばかり。いろいろ裏の事情がありそうだね。まあそれはともかく、今はキーアを保護するのが先じゃない。そうだ、奥の城って言ってたな。行ってみましょう。
大丈夫か？よかった、怪我はしていない。あれ？ライドたちどうしたの？ガク、どうしたのって、あのな。ヒア、どうしてここへ？ロイドさんたちの部屋から歩いてきたのですよね。ん？ここって昼間のお城？キーヤ、なんでここにいるの？やれやれ、全然覚えてないみたいだね。ね、寝ぼけてここまで来ちゃったんでしょうか。いや、それにしちゃ壮絶に寝ぼけすぎだろう。キーボー、何も覚えてないのか？なんか夢でキーヤを呼ぶような声が聞こえたような。あれ、キーヤが呼んでたのかな。うん夢だもの、仕方ないわ。とにかく無事でよかった。そうだな。よし、俺たちも一旦ホテルに戻ろう。キーヤ、部屋に戻ったらちゃんと寝るんだぞ。キーヤ、ご機嫌だな。なんかいろいろあったけど、ちゃんと楽しめたか？うん、またみんなで一緒にお出かけしたいね。今度はアルモリカ村とかいいかもしれないな。昨日の様子からすると何かあるのかと思ったけど、すっかり元気そうだし、そんなに心配はいらないかな。むしろ心配すべきは結社の動きの方か。いや、それよりキーヤ、本当に昨日の夜変な奴を見かけたりしてない？ピンク色の服を着た奴とか。見かけてないと思う。キーヤ、寝ぼけてたみたいだからちょっと自信ないかも。そっか。あ、いや、あら、こちらにいましたか。マリアベルさん、どうもお疲れ様ですお疲れ様はあなたたちの方でしょう。しかし結社といったかしら、ふざけた連中もいたものの、私の人形をさらったのもそいつらの一員という話ですし、これは保安部の警備体制を徹底する必要があります。そうですね、民間の警備員の手に負えるやつじゃないと思うけど。やっぱり俺たちの方で気をつけておく必要があるな。まあそれはともかく、ロイドさん、キーヤさん、ふと思ったのですけど、みんなで記念写真を撮らないこと。ああ、いいですね。記念写真って前にみんなで一緒に撮った？ああ、みんなと一緒の思い出を写真、それを見れば今回のバカンスをいつでも思い出せるってわけだ。うん、撮りたい。決まりですわね。そうなると船内よりこちらの方がいいかしら。そうですね、せっかくのいい天気ですし、俺みんなを呼んできますよ。お願いします。それと船内にいる添乗員に声をかけてください。記念写真のサービスならすぐに受け付けてくれますわ。わかりました。
大切な人たちに余計な心配をかけたくない。いい女は大変ですわね。何か悩みがあるのでしょう。私ならば力になれるかもしれません。さすが皆さんです。